はもう終わりだ。はあ、負け惜しみ言ってんじゃねえ。後ろ見てみるんだな。その大門、オウミ。この町はもう俺らオウミ連合のもんだ。お前みたいなチンピラ一人で何ができる。そう簡単にいくかな。おりゃー、相変わらず飛ばしてますね、一番さん。秋山、遅くなってすいません。俺も手伝わせてもらいますよ。助かるぜ、頼む。いい加減にせえや、このクソガキ。今すぐここで殺したら。なんや、ホームランのはずがショートライナーになってしもうたわ。あんたら、まさか。この喧嘩、俺らも混ぜろや。なあ兄弟、水臭いやないかお前ら。この町で暴れんのやったら一声かけろや。そうよ、私にも協力させて。はるかちゃん、どうしたの、今日コンサートじゃん。ここを片付けてからね。このガキ。なんなんやお前は。暇時のアイドルを舐めないでよ。ちょっと何なんだよこの状況は。いいじゃないですか、理由は違ってもオウミを倒してこの町を守る、みんな目的は同じですから。つべこべ言わんとさっさと喧嘩の続きしようやないか。せや、体の熱が冷めんうちにな。よっしゃ、一丁協力してくれみんな。ああ、ちょっと待て、カムロ町の一大事、お前ら大事な人間を忘れてんじゃねえのか。オウミ相手に一人で暴れてるって男はお前か。おう、そうだ。新顔、名前は春日だ。元荒川組若衆、春日一番だ。覚えとけバカ野郎。年齢は23。あ、いや、今日24になっちまったか。職業は東城会荒川組若衆。あ、ち、無職だ。両親はいねえ。つうかよく知らねえ。母ちゃんは俺産んだ後行方知らずなんだな。育ての親は町で働くクズとバーバーと思う。所持金は1円もねえよ。あ、なあ、タバコ代貸してくれよ。どうして殺しなんかしたんだ。タバコ代だけ頼むぜ、明日返すからよ。ふざけるな、お前しばらくシャバに出れると思うなよ。これは全てを失ったどん底の男が巻き起こす奇跡の物語、龍が如くオンライン。カムロ町が生み落とした男、春日一番。17年の懲役から帰ってきた彼が見たものは熱を失い切った町の姿だった。カムロ町を変えた謎と大いなる陰謀を追って、春日一番の物語が動き出す。そして春日一番に呼応する
伝説の男と女たち。彼らと仲間となり、カムロ町で最も強い組織を作り出せ。私に任せて。魂を震わすバトル。で、行ってくるぞ。胸ときめく快楽。カムロ町に再び熱い血を取り戻せ。何も成し遂げられなかったどん底の人生、この街で成り上がり、全てを変えろ。龍が如くシリーズ正統続編、龍が如くオンライン。ちょっと待て、カムロ町の一大事、お前ら大事な人間を忘れてんじゃねえのか。